メントを出しましょう。こんばんは。こんばんは皆さん。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとショールームのアプリちょっと見ます。ママ、ハチギリシャンツの音が入ってるよ。はい、皆さんこんばんは、深井願いです。はい、今日は何の日でしょうか。ママ、ママ、はい、申し訳ないけど扇風機こっちに持ってきてくれへん？頭が痛くなるほどこっち熱くない？ごめん、大丈夫やったら、無理やったら全然大丈夫。ごめんね。はい、今日はあれ、敬老の日になってます。皆さん敬老の日でもあるね。そうですね、敬老の日でもあるんですけど、もう一つ日があって、私の昇格から1年が経ちました。イエーイ。はい、チーム E に昇格させていただいたのが9月16日なので1年目になります。今日でぴったし。私はですね、1月16日が誕生日なので、16日の日にやっぱり1月16日が誕生日で、9月16日が何でしたっけ、そう、昇格の日で、16日に何か縁があるのかなっていうことをちょっと思ってるんですけれども、昇格できた日ということで、今日はですね、本当はショールーム配信できない予定で、ちょっとあれなんですよね、なんていうんですか、あれの日でも、ちょっと相模さんに行った後にちょっと自分ですることがたくさんあって、ちょっと本当はできないはずだったんですけど、まあね、感謝の気持ちなどを伝えるために今日は30分、本当は1時間やりたかったんですけど30分なんですけどやろうと思っててですね、ちょっと早めに終わる可能性もあるんですけど、この後もちょっとやることがあるので、とてもですね、1年経ったのが、まあ、ある。ちょっとお茶飲みますね。まだ鼻声なんです。とてもですね、喉が、とても、まあなんて言うんですか、早いというかですね、まあ時の流れはとても早くて、まあ、昇格してからも大変なことが、まああってですね、まあここはちょっと今日は真面目な話を最初にしようと思うんですけど、とてもですね、昇格してからも辛いことがたくさんありました。まあ努力しない、昇格したからこそ努力しないといけないこともあるんですけど、やっぱり研究生って昇格するまでの下積み時代なんですよ。ですね、やっぱり昇格するには条件が本当にアンダーに出ることだったりしたんですけど、アンダーに出ることがで、すぐにできてなかった私はとても悩んでたんですね。で、同期が次々と昇格していくし、アンダーが条件ではない子も上がってたんですよ。なんて言うんですか、ダンスがすごいできてるから多分上がったんだろうなって私は思ってたし、それについて別に何なのあの子ってこの話をしたら思ってるように見えるんですけど、そういうことじゃなくて、なんか普通に見たら、なんかあ、きっとあの子は違う魅力があるからダンス別にそういうの関係なく上げたいって運営の方が思ったんだろうなって思ったりしてたんですけど、私にはアンダーも出てないし、しかも魅力が全然なかったんですよ。だからとても、鼻声なのは泣きそうなことじゃないですよ。とてもですね、私はこう悩んでた時期というか、で途中からアンダーにすごく出るようになって、まあそこからが私の一番辛い時期でした。研究生時代が一番辛くて、もうあの時はもうお母さんが、もうお母さんも、まあ正直言って体が弱い方なんですよ。そこまで強くないというかね、ママ、まあ言っても大丈夫なの、これは持病があるわけですよ、母は ね、生まれた時からの病気ではなくて、途中からなってしまった、別に亡くなったりするわけでもないけれども、まあね、そういうことよね。そうで
なのでやっぱり早く寝るお薬などを飲むんですよ、あの方。私はすごいありがたいことに健康で生まれてきて、こんな風に鼻声にはなったりしてるんですけども、別に病気を持ってるわけでもなく生まれてきたんですけど、やっぱり母は薬を早く飲んで早く寝ないといけない体質なのに、じゃないとしんどくなってしまうから。でもなんか毎日私はアンダーに出ないといけなくて、出させていただいてるみんな本当にありがたかったんですけど、悩んでる私としては逆に違う悩みで、なんか覚える時間が本当に少なくて、握手会があった次の日にシンポジとか、握手会ってすごい滞在時間が長かったりして、時間をこう行き来で取られたり、ホテルの中ではこう迷惑になるので踊れなかったり、もうすごくもう脳内で踊るとかしかできなくて、でなんかやっぱり私も覚えがいいわけじゃなかったから、こう朝の5時まで、まあ7時に起きたとすると朝の5時までやって練習めっちゃして、まあ公園に行くとか、そういうことを毎日毎日、こう本当に健康に悪いんですけども、喉にご飯も通らない状況で私あの時多分生きてて、もう本当に今思い出すと泣きそうなんですけど、本当何も覚えてないんですよ。なんか毎日なんて言うんですか、公園があってありがたいことだったけど、あの時はすごいしんどくて、なんかいつになったらこのしんどいのは終わるんだろうみたいな、もうなんか本当にあの時はこんなこと言ったらダメかもしれないけど、まあ、昨日も言ったように、もうあの時の私は容量がすごく悪かったから、もう今すぐにでも芸能界を辞めて一般人に戻りたいってすごい思ってたし、母にも無理をさせてたから、もうちょっと上がれないんだろうなって思ってたんですよ。後輩も入ってきてなんか取り残されているし、もともと全然人気がなかったし、握手会は人があんまり来ないし、もうなんかいる意味がないんじゃないかなとか、なんかアイドルは幸せなことが多いイメージだったし、でもなんか私の大半はしんどい活動をきっとしてるんだろうなとか、どうして私がここまで追い詰められてるんだろうとか、こうなってたんですよ。あの頃はもう寝る時間もなくて、もう私にとってはもうすごくしんどくて、もうお母さんも言ってたんですけど、帰り道に倒れてないかとか、もうご飯も食べなかったから、すごいあの時はすごい苦だったんですよ、自分の中で。本当に今考えれば、今あの時があるからこそだったんですけど、人ってこう急に追い詰められるとすごいしんどくなるから、今考えるとすごくよく頑張って、なんて言うんですか、ありがたいことだったし、あの時があったからこそって考えるけど、あの時の自分はとてもじゃないけど精神が崩壊してました。もう何もなんかもう毎日公演のこと考えるで、それが大事なんですけど、なんかもう寝る間もなく、クマもできて、化粧もする間もなく、反省会があって、あ、こんなに私は毎日いろんな公演のシンポジウム任せられるのも嬉しいけど、もう先輩にありがたい言葉といえば、ちょっとどうしてできないの的な言葉もらったら、それが普通だし、私のことを思って言ってくださるけど、あの時の私にとってはもう本当に追い詰められる要素の一つしかなくて、もう先輩をあの時本当に嫌いになっちゃいそうだったんですよ。あ、全然嫌いにならなかったんですけど、そういう日々がちょっとま続いて、やっと理科はかなで昇格させていただいてですね、もうあの時はなんか辞めなくてよかったなっていう言葉と、その前にあの9期生発表よね、9期生が入ってくるよっていう発表のオーディションが始まるよっていうのがあったんですよ。画面で流れてきた時になんか自然にも、まあ、あの時もすごい毎日大変だったからすごい泣いてて、あんまり覚えてないんですけど、すっごい泣いてて、前に白井琴乃さんがいたんですけど、もうなんかもう置いてかれる気持ちでしかなくて、またまたと思って、もそんなこと言っちゃいけないけど、あの時の私にはもう頭いっぱいいっぱいだし、毎日しんどいし、寝てなかったし、また新しいメンバーが入ってきて私は置いていかれるの、きっとすぐに抜かされてしまうから、もうどうしたらいいの、もう置いてかれたくないって、もうすごいボロ泣きをしてたの私は覚えてるんですけど、そこに水野愛理さんとか白井琴乃さんが、願いちゃんどうしたのって集まってきてくださった時に、その泣いてる後に、もうあの時点で私は泣いてたんですけど、その後にあの湯浅さん、もうねジャカルタの方に行ってしまったんですけど、湯浅さんが出てきてですね、私にすごい私の名前を呼んでくださって、
まあ、そこで多分私は名前呼ばれてなければ卒業を考えてたかもしれないんですよ。本当にしんどかったし、あの時があるから今があるんですけど、もうなんかもう、もうファンの方々の言葉が今はすごい入るんですけど、あの時はまあアンチというかお説教をするのがちょっと得意なファンの方が何人かいたので、もうなんかすごくそれもしんどかったんだと思います。なんかありがたいんですけどね。もうそれが今は減って、もう負担も減りましたし、本当に昇格できてよかったなと思うんですよね。よく頑張ったって私は今日で、もう本当にあの時の私をね、あの願いを、あの皆さん もしかしたら思ってる方がいるかもしれないんですけど、願いは自分を褒めすぎだよってね、1年目にして思ってる方がいると思うんですけど、もうあれはいいんですよ。自画自賛をすることも大切なので、本当に昇格するまでの間、まあ、あんなに弱かった自分がよく泣きながらでも耐えれたなって、ちょっと泣きそう泣かないで、ママはめんどくさい、ママはめんどくさいよ、ママ、ママシッターをシッターあっちに行ってください、ママ大丈夫、泣いてない、まあしんどかったから、まあ頑張りをあまり認めてくださってない人も多かったし、今でもそれはそうなんですけど、なんて言うんですか、ティッシュもらっていい？めっちゃママ働かされてるねんけど、なんかすごい辛かった時期の方が多かったから、まあ皆さんが思ってるような夢見るようなアイドル生活ではなかったです。でも今となればすごい楽しいこともありましたし、今となっては楽しいことが増えましたし、そりゃまあ昇格したからによって厳しいことを言ってくださる深池以外のファンの方も増えました。でもなんかそのおかげで私は成長してたし、まあまあ、ありがたい話でしたね。だからまあ最終的にはまあ自分よく頑張ったなみたいな、ファンの皆さんとよく頑張ったなって思います。もう1年目、次は2年目なんですけど、きっと2年目をね目指そうと頑張ってるんですけど、2年目に向かって皆さんもこの先も頑張るので、よければ一緒についてきてくださると嬉しいです。あと私はね、最後に言うのは、あの褒められて伸びるタイプなので、これは本当にご利用するんですけど、私は、まあ、あの時の研究生時代を思い出すと、褒めてくださるファンの方がいたんですよ。頑張ってねっていう言葉じゃなくて、もう願いちゃんは頑張ってるから、頑張ってって言葉は重荷にしかならないから、頑張ってって言わないよ、頑張ってるよ、大丈夫だよって、願いちゃんは頑張ってるよって言ってくださる方がもう何人かいらっしゃって、それがすごく嬉しくて泣きそうになったんですよ、あの時の私は。なのでなんか私は褒められて伸びるタイプなので、逆にあの怒られたりするとすごい、ああ立ち直りは早いけどななっちゃうので、皆さんあのファンの方だけでもよければ褒めてください。ほんま寝てなかったよ、ママも。ん？ママも一緒に寝てなかったから。そう、申し訳なかった。あの時期はもうメンタル崩壊よね、私は暴れ回ってたし、もう何もできなくて、一緒に暴れ、うん、てた、てた、パパが何回も来てくれてたし、そう、今の研究生の子たちに伝えたい言葉は、いや、あの子たち本当にアンダーが早いから私すごい尊敬してるんですよ。でもなんかまだなんかもしかしたら同期に置いてかれてるなって思ってる子ももしかしたらいるかもしれないし、私がこう大々的に9期生のこととか研究生のことを思って言うと、それを気に食わない方がすごくいらっしゃってですね、あ、深い願い無理だわって言われることが多いんですけども、あの質問には答える派なので、あのとてもしんどいこととか人に置いてかれるなと思ったんですけど、この私がアンダーに出れたし、この私が最初ボロボロだった、一回落ちてもどん底に落ちてもう抜け出せない沼に入ってた私が、あそこまで踊れるように、今まだまだですけど、あそこまで研究生で、あそこまで公演をこなして、その上に昇格ができたってことは、みんなならきっとできると思うので、まあ、言えば私は自分のことを褒めて大きく言うと、崖っぷちから落っこちて、そっから這い上がったんですよ。
人気とかも全くなかったし、今も全然ないって言っても全然間違ってないし、それでも今やっと安定するところまで昇格まで来れたのは自分でもう苦しい思いを裏でしながら泣きながらでも這い上がったからなので、這い上がるのはとても大変だし、でも皆さんどん底には落ちてないから、努力はきっと報われるのを私は一つ目にしたので、皆さん頑張れっていうことやな。私崖っぷちから落ちたもんな、やばかった、そこまで落ちた、もう抜け出せない沼やってね。うん、でもね、やっぱり皆さんのおかげで上がれたのもやっぱりありますからね。あります。それはもう大半なんですよ、みんなさんがいてくれて、私を応援してくれて、私に優しい言葉をかけてくれてたから、私はあの時期を乗り越えられたし、うん、っていうのがあるから、まずファンの皆さんが頑張ってくださった第一なんですよ。その次によくあのメンタル崩壊でもうなんかもう弱い経験があまりない私がそこまで頑張って自分を褒めるっていうね、だから本当に皆さんのおかげなので、よければ一緒にこれからも頑張っていただきたいですし、私が日々日頃思ってることはやっぱり最近卒業が増えるじゃない、増えたじゃないですか。私のね慕ってる先輩たちが卒業発表をしたりとか、まあ、この何にちょっとまで同期が卒業したりとか、とてもこう見てたらやっぱりアイドルの寿命ってきっと短いんですよね。人それぞれ辞める理由があるにしろ、アイドルの寿命ってやっぱ短いんですよ。何歳までならまあまあまあって感じのもあるし、やっぱりぶち当たっていくのは大学に入るかとか高校卒業するとか、そういうことがいろいろぶち当たっていくものですから、本当に私だって本当にいつ辞める時期が来るかわからないんですよね。な、まだ私は続ける気持ちでいるんですけど、何かあったらもう辞めるしかないっていうものもありますから、だから皆さん、これだけは言うんですけど、今いる時に応援してくださったら嬉しいです。いつアイドルは寿命が短いからいなくなる、卒業してしまう、もしかしたら芸能界を辞めてしまう、会えなくなる存在になってしまう可能性があるので、よければ皆さん応援してくださったら嬉しい。あ、でも誤解しないですけど、私まだ卒業しないんで、粘り強いんですよ。まだ1年目よ、あんなに苦労したな、研究生時代で1年の昇格で辞めてたまるかみたいな話ですよね。なので、でもこれだけ今をよければ応援してくださったら嬉しいよっていうね。推しはね推せる時に推してくださいっていうことですよ。これは本当に卒業をたくさん見てきた私には一番わかることだよね。多分ファンの皆さんの方が見てきてると思うんですけど、そうね、まあまあまあ昇格の話はこれぐらいよ。涙が出ちゃう、もうこれで私まとめられたら嫌だわ深い願い泣く自画自賛とか書かれたら、タワーが立ったよ、ありがとう見えんかった、うん、ありがとうございます。なんかね、変わったタワーになってるよね。ね、あと今の私を好きになってくださると嬉しいですね、うん、やっぱり最近やっぱりいろいろあるのが、昔の元気な願いちゃんが良かったとか、昔の例えば髪型前髪があった時の方が好きだったとか、昔のこの可愛らしい服を着てる時の私が好きだったとかいうのもあるんですけど、やっぱり私にとっては今の自分が好きなんですよ。今の自分が好きだから、大好きなファンの皆様には今を好きって言ってほしいんですよ。なので、良ければ今の自分を良ければ好きになってくださったら嬉しいです。昔の自分にはもう戻れないですよねっていう、ありがとうございます。まあこれぐらいですね、私が伝えたかった、これぐらいではなかったけど、あとですね、今日はスギチルの皆さんで、まあ、スギチルと私は最近認めてなかったんですけど、まあまあ、うん、スギチルの皆さんで相模さんでお仕事いただきました、イエーイ。相模推し麺どころ、推し麺どころ相模さんのこう旬のメニューを食べたりするやつで、
あのスギチルのメンバーでお話をさせていただいたんですけど、まあ、全員のスギチルメンバーとはできなかったんですよ、うん、それってまあ人数があったりいろいろな関係で多分無理だったんだと思うんですけど、私はありがたいことに呼んでいただいてですね、なんと最後に、ね、この前もいただいたんですけど、最後にこんなに素敵な、後で写真インスタグラムにも載せようと思ってて、寝る前のツイッターにもこうできたら載せようと思ってるんですけど、こんなに素敵なお花をですね、本物のお花なんですけどいただいて、しかもですね女性のファンの方ね、女性の方ファンじゃないわ、女性の方にねあのこう渡していただいて、しかもなんか私のことを好いてくださったのが握手もしたんですよ。すごいですね、こうやって手差してくださって、あっ、だってそれもしかも私赤色好きじゃないですか、うん、バラとかが好きで、ガーネットとか入っててちっちゃいバラとかが入ってるのがすごい素敵で、このお花がね、このモフモフしたのが何かわからないんですけど、何やったかな、ママとても素敵なお花をいただきました。またねたくさん杉中でお仕事ができると嬉しいなって思います。まあ、杉山さんもねあんな辛口でねこう一方的な話をしてますが、裏ではすごくね、裏じゃない表にもきっとにじみ出てると思うんですけど、引っ張ってくださってる方でもあるし、こう後輩のことをすごく見てくださってる方なんですよ。ちっちゃいことにも気づくし、ダンスができたら褒めてくださるし、やっぱり S には欠かせない存在だと思うんですよ。まあ、チームは違えどそれでもなんか話しかけてくださる方なので、なんか本当に優しい方だからこそ、ちょっとね人数本当だったらね集まらないじゃんか、うん、好かれてなかったら悪ノリでもみんな入ってくれてるってことはやっぱりいい方なので、皆さんなんかみんな悪ノリでちょっと嫌だみたいな感じですけど、私は全然まあまあそういう悪ノリをする時もありますけど、慕ってることに変わりはないので、これからもたくさんのなんて言うんですか、もうあのお仕事をねいただけたら嬉しいなって思って、まあ、お花をねすごく素敵で、もう相模さんの美味しいご飯とデザートがもうやばかった。そのお花をもらういただけるっていうのね、ありがたいです。でももうご飯がねすごく私の大好物が詰まってたんですよ。何を食べたかはまだ言えないんですけど、それはゼロがつく日に YouTube にアップされるのでよければ見てください。本当に美味しかった。他にもなんか面白いトークは炸裂って感じだった。ママも食べてみたい。でもね、あともう一つびっくりしたのが、私あんなに背高かったなと思って、うん、なんか一人だけ飛び抜けてた。まあね、とてもん、パパラブリンと当たったの当たったん、パパから LINE が今ビロンって来てんけど。そうなの。おー、あ、中野愛理ちゃんとお父さんが大富豪で対戦したらしいです。パパはどれだ。あ、負けてるわ多分。そうなの。パパはもう帰ってしまってですね、私はお仕事で今日はあんまり会えなかったんですけど、無事帰れるたかな、うん、あのついてる、無事帰れたようで、まあ電話で話すからそこまで変わりないんですけど、10月までまだ辛抱ですね、うん、はい。ママが、ママがめっちゃテンション低いんですよ。ほんまに嫌だ、やめてほんまに嫌、こっちに伝染してくるわ。いいよ、もう後でパパ、ママ、パパとママで手つないでた写真載せるで、今日載せたるでっていう感じなんですけど、皆さんね、あのこんな感じで私の昇格1年目はこんなにおちゃらけた感じだとか、まあ、深い話を深いだからしたんですけれども、寒いな、なんか急に寒くなった気がする、うん、皆さん本当にありがとうございます。まあ、あの時の私より、まあ、外見も中身も少し大人になって、こういい意味もね馴染むことができてですね、はい、もう今は素敵、まあ、私今の自分に満足してるわけでもないので、今の現状にまだまだ頑張ろうと思うんですけど、そのためには皆さんのね力が、お力がとても必要になってくるので、よければこれからも私のことを、弱い私のことを支えてくださると嬉しいです。はい、些細なことでも私はすぐ気にしちゃう性格をちょっと、ね、直さないといけないんですけど。お前やね、うるさい
ツイッターのエゴサとか皆さんのいいねをするためにやってたら、まあ、昔の方が好きだったとか、まあ、そういうのが出てくるわけですよ。もう女子のメンタル私にしてはもう本当に辛くて、もう何なんだろうみたいな、もうやめてそういうこと言うのと思ったんですけど、だから最近いいねしてなかった理由はなんかレアいいねみたいなのにしようかなと思って、インスタグラムはなんか時間的にいいねできるだけしてるんですけど、なんかもうツイッターに関してはなんか嫌なものがやっぱり出てくる可能性があるので、レアいいねでこうたまにいいねを本当にたまにしようかなと思ってます。なんかね、皆さん最近いいねしてくれてないなと思った方も、ごめんなさいね、鼻すすらないと息ができないんですよ。鼻噛みたいけどちょっと音が不快だと思うのでちょっとやらないんですけど、レアいいね、レアいいねですね、やっぱね、あの皆さんの好みもあるから、やっぱり、うん、好みもあるけど本当にもうこれだけのは今の私を好きになってくださいって感じなんですけども、それはしょうがないよね、好みだもん。そうだね、私ピンクより赤の方が好きやしみたいな感じだよね、うん、そういうことよ。こんな感じで私の愉快なショールーム、そして私のショールームはですね、なんか深い話なんですよね、いつもいつもとても深いですし、まあそうですね、とてもいい日になった気がします。あ、皆さんあの心配しないでください、私また全く見なくなりました。あの昔めっちゃ見ててめっちゃやむようになったんですけど、あそこはですねもう学んだんです私、うん、アンチの巣窟やった、好き放題、もう悪いことしかほぼ書いてないじゃないですか、あのまとめ方がまず悪いと思うんですけど、もう見ないね、うん、たまに言いません、まとめのコメントのノリで握手会ちょっと来ちゃう方、あれちょっとやめた方がいいと思いますね。ママももう見ないの、もう見ない、なんかもう勝手にまとめといてくださいみたいな、でも変なまとめ方したらマジちょっと怒るぞみたいなねちょっとマネージャーさんに言うわよって、ちょっとひどすぎたらね、なんかそんなこともないので、もうなんか無料のね宣伝おつですみたいな、いいことやったらね、メガイちゃんのこうコスプレ衣装着たみたいな、あれはコスプレじゃないんだよね、あれは横寝が、そうちょっと調べてからちょっとまとめてもらっていいかしらって感じなんですけど、でもねあれはもう絶対皆さん見ない方がいいと思います。もう書き込んでる方がいたとしたらもう今すぐやめてください、あれはもう本当に情けない、書いてるコメントがたまにいい人を書いてる人はなんでこんなこと書くんって言ってる人もいるんですけど、今は全く見てないですね、なんか別に悪いまとめ方じゃなくてもな、中身がなちょっとっていうことがあるから、皆さん見ちゃダメですよ、皆さんあれのことで私はやむの少なくなりましたから、にちゃんみたいなもんなんやろ、私もう見ないもん。さああれですね、ランキングじゃないわ、あのギフト読んでいきます。みーこさんが花束、ブラフネックさんが欲しい、ともさんがアイス、なるさんがいいね、ほまるさんが花束、ほすみんさんがだるま、わっきーさんがパチパチ、かいちゃんさんが尊い、せいちゃんさんがいいね、ほすみんさんがハート、しげさんが尊い、トラビシアさんがだるま、とろろんさんが花束、ほすみんさんがタッコ、なおちゃんさんがハート、しげさんが尊い、ブラフネックさんが尊い、ほすみんさんが尊い、かいちゃんさんが欲しい、しげさんがハート、なべかずさんが花束、わっきーさんがだるま、ほすみんさんがアイス、とろろんさんがだる、たぬき、ほすみん、たぬき、たぬき、せいちゃんさんがバラ、せいちゃんさんが、風呂敷で、えいきさんが花束、しげさんがくま、なるさんがだるま、かよちゃんさんが花束、なるさんが花束、鈴木さんがタワー、わっきーさんがハート、とろろんさんがだるま、ハート、鈴木さんがタコ、みかさんが花束、とろろんさんが花束、わっきーさんが花束、しげさんが花束、めがねまるさんがタコ、時間がやばくない？呼んだ呼んだ、たぬきしげさんが星、ほまるさんがハート、メガネ丸さんがアイス、しげさんがブホーで、鈴木さんが花束、たぬき、まずますみださんがパチパチ、かよちゃんさんがパチパチ、せいちゃんがパチパチで、なるさんがくま、鈴木さんがくま、パチパチ、鈴木さんがハート、だるまで、せいちゃんさんがたぬきさんです、ありがとうございますって 20位から言いますね。私ちょっと年齢制限で切れちゃうんですよね、酸欠になる。そうちょっと20位がりなさん、19位がせいちゃんさん、18位がかやちゃん、17位がもやもと、36位鈴鳥、35位ますみな、34位 S33 位あめさん、12位ともさん、11位みかさん、10位トラベシアさん、9位ブラファネックさん、8位ほまれさん、7位わっきーさん、6位ほそみんさん、5位なおちゃんさん、4位しげさん、3位とろろんさん、2位
なるさん1位鈴木さんです、ありがとうございます。まあね、あれですね、あのブログとかでも今日はあんま長々と書きません。皆さん、あの長々と書くと思ってますが、相模さんでスギチルでやりましたっていうことと、小学1年目になりました、これからも一緒に頑張ってくださると嬉しいです的なことで私は一言まとめるので、書きすぎるとちょっともったいないな。モバメでもそんな感じ、1年を迎えましたみたいな、あの時はちょっとしんどいこともあったけど今みたいな感じのことを書くんですけど、皆さん求めてる長々は書かないので